皆さんどうも、亀言です。今日は、ついに、音楽と人、12月号、関東特集、さらにね、表紙が、爆竹、ということで、ついにね、今日到着して、昼ね、ちょっと到着して、で、帰ってね、もう、今日、見るの楽しみでね、仕事も、ね、結構忙しかったんですけど、帰ってね、先ほど、読んだんですけど、ちょっとね、この本ですね、ちょっとね、最初、今井さんとね、星野さん、ゆうたさんね、半分ちょっと読んでる途中に、なんかちょっと、これね、今ちょっと、表紙はね、結構、きちんとしてるんですけど、なんかね、半分後半がね、この本、ちょっと、下の方が雨に濡れた後のような感じ、全部シワシワになってるんですよね、ちょっと。で、まあ、でももうせっかく来たからもうこのまま撮っとこうかなと思ったんですけど、やっぱりね、この第2期のね、爆竹が、表紙のね、関東特集でね、さらに。この本をね、ちょっとやっぱり綺麗な状態でね、ちょっと撮っときたいな、いうのがあって、でね、ちょっと、一応ね、ちょっと通販でね、これ買ったんですけど、ちょっとね、返品の方をね、ちょっと手続きしようかなとか思ってるんですけど、まあ、それはね、ちょっと、どうでもいいんですけど、ただね、だからちょっと、返品するからにはね、ちょっとそこからね、まだ八神さんのとこと、ゆうたさんのとこね、後半まだ読めてないんですけど、やっぱりね、今井さんも星野さんもゆうたさんも、ね、八神さんもね、桜井さんのね、やっぱ存在、もちろんファンの方々の立場もね、考えての、作品、なんだなっていうのはね、書いてあるインタビューの中からね、そういった内容がすごいね、盛り込まれていて、で、曲のことをね、一つ一つ、まあ、書いてるっていう感じじゃなくて、メンバーのね、方々の思いがね、それ書かれてあって、まあ、今回ね、そんなコンセプトを特にね、決めずに、さらにね、もう第2期、ボーカルのね、桜井さんがいないという状態だったので、もう実験的なね、形でちょっと取り組んだという形で、作られたらしいんですけど、ただ自然にちょっとね、やっぱり桜井さんのことであったりね、ファンの方々の立場のね、そういったところも自然に入ったアルバム、今でしかね、できないアルバムっていうようなことをね、この中の内容、記事読んでね、まあ、星野さんのボーカルもね、どんな感じになるかね、すごい楽しみですね。星野さんのボーカルかなりね、いい感じで、レコーディングね、できてるっていう風な記事も書いてたので、その点はね、さらにた、第2期の爆竹ね、楽しみだなと思っています。と、まあ皆さんそんなこんなで、爆竹シングルのね、雷神風神レゾナンスね、ラジオでも全部ね、一通り聞かれた方はね、もうどんな感じか、ある程度ね、わかるかもしれないですけど、私、15秒スポットのね、公式からね、出てる、15秒スポット1回見たきりで、メロディーとかはね、ちょっともうど忘れしてて、ちょっとキーワードになるようなね、ところの、今井さんの、歌詞の部分はね、ちょっと、覚えてるんですけど、それ以外はちょっとどんな感じか忘れかけてるので、ほぼ。だから、シングルね、CD 買うまではもう聞かずに、全く他のラジオとかね、テレビのエンディングとかもう聞かずに、CD をね、買ってから聞こうかなと思っています。ということで、また、ちょっとね、こちら、ね、ちょっと、また、新しくね、ちょっと返品して到着したらじっくりとね、もう一回ね、ちょっと結局、すごいずれてみることになりますけど、ちょっと楽しみにはしています。皆さん、その後ね、またね、こちらの動画も、またアップしていきたいなと思いますので、またね、視聴の方してもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。